はいい木の店3目ですいつもごご視聴ありがとうございます一枚板をあのインスタだったりね、えー、そういったところでも紹介しながら、えー、ちょっとこうピックアップしてねあの皆さんにご紹介している、えー、ところだったんですけども今日はねこちらの YouTube の方ではえっ、ー、とですね両面をねプレーナーで、えー、かけて、えー、まあかかんない部分もあったりするんですけど。 ご購入いいいいたたただだ皆さんがねこう仕上げていただくというねそういうあのラインナップの一枚板を倉庫の中からそういったやつをね出してどんどんこう削ってえこう販売し始めたということなんですけどもちょっとね今こちらの方に少しちょっといっぱいあってまだまだね置き切れてないんだけどえお店に来た方がちょっとこう見やすいような感じでまあねこういうふうにちょっと重ねて。 えー、置いてあるんですけどこんな感じでね、えー、ちょっと並べてみたのでここの部分にちょっとね1、えー、つ島を作って、えー、並べてました今ここの手前にあるやつは、えー、これはヒノキですね、えー、1 3 0センチ1 3 2 0のそうですね350くらいの。 これもも、ね、ネットに、えー、掲載してるものですね耳がついてるけどちょっとこう、あのー、ストレートカットしてねどちらかというとこう仕上げやすい感じにはねしてはいますねただあの両面削ってる以外は、えー、あとここのね上と下を、えー、スパッとね小口カットしてるという、まあ、そこだけをこうちでやってそれ以外をこうご購入いただいた方に えー、仕上げていいただくという,ふうな、ね、感じですねこういうふうには虫穴とかもそのままですしね耳もこういうふうな感じでこう触るとこうちょっとねあのボロボロ落ちるしちょっとこうザッてやればトゲとか刺さりそうなそういうふうな、えー、仕上がりになっているのでこういったところをこ整えたりまああと、えー、そうですねお使いになる方の中ではもう整えるっていうのをしないで。 もう本当にこのままありのままで使うっていう方もなんか結構ね最近多いかなと思いますねそのままで、えー、使いたいと汚れた感じもそのまま、えー、受け入れて、えー、このまま使うっていう方もねいたりしますねだからそういうふうな気持ちもすごく分かりますねこの奥に重ねてあるのが、えー、これは杉ですねこれはあのー、小ぶりな切り株の杉なんですけど これのねオイルで仕上げたものはねもう何枚かいつもね、えー、うちの方でも、えー、YouTube にアップしたりとか、えー、オイルで仕上げて、えー、ネットでねオンラインショップに掲載してるのと同じシリーズなんですね。まあ、それの、えー、オイル仕上げをしない、えー、両面プレーナーと小口だけをカットしたというね作り仕上げも何もされてない、えー、プレーナー状態ですね。 この杉はねどちらかというと結構仕上げやすい DIY 初心者の方なんかでもすごく扱いやすい板、えー、かなと思いますね耳も結構削られてたりとか紙やすりでね、えー、手でね、えー、こう削るとあの耳を磨いたりとか表面をねサンディングするっていうのも工具がなくてもある程度までは仕上げられるような感じがしますね実際にこれをお買いになって工具をね一切使わずに 仕上げるっっていいいううあの方もいらししゃいますしそうですそでねこの杉は、えー、そういった意味ではね、えー、すごくこう仕上げやすい、えー、一枚板かなと思いますね小ぶりな板ですね例えばこれなんかはこういうふうな感じで今ねここに写ってるサイズを、えー、サイトでね、えー、検索してもらうとこれが商品ページ多分いくと思うので、はい、この奥なんかこうですね こういっった感じになってます,そ,うです、ね、それ以外にもいろいろ結構、ね、細かい、えー、小さい、ね、ものからちょっとした本当に棚板とかこれなんかもね形が面白い、えー、栗の一枚板ですねこの厚みが 20mm ぐらいしかなくてだけど本当にもう手、ねえー、で簡単に持てるようなそういった感じでオブジェにもなるし看板なんかね良さそうな感じですねこのね下に あるこのヒノキもそうです、ね、こういう薄さの状態で、えー、そうですね両面ある程度プレーナーかかっててこの辺なんかちょっとね一部プレーナーかかってない部分もあったりするんですけどそうですねこの厚みですね2 0ミ、mm、リぐらいで幅がね600とか560から620ってなってますけど。 そうですね、こういう厚みの、えー、ヒノキなんか結構珍しいんじゃないかなと思いますねで、えー、サイズはねこういう風な感じですねすごくね形が面白いし息きがねどんどんとこう乗ってこの辺なんか結構朽ちてはいるんだけど、えー、耳がねもう皮ついたまんまですねまだこうこうやって鬼皮がついたまんまなのでこの辺の仕上げをどうするかもすごい楽しめる かなと思いますねこういう日の木もありますねそうですねここにはこう土地がありますこんな感じではい。そういうふうな感じでお店に、ね、来て見ていただく場合なんか軽いのでこうやって1枚1枚で、ね、こういうふうに見ながらあのそんなにそんなに重いものじゃないからはいそういうふうにねえこう見ていただくなんかもねできるかなと思いますね奥の方ねこう見たい方なんかはね、えー、私たちも手伝って えー、ちょっとこう移動しながらね、えー、見てもらうのも簡単にできますんでそういった感じでねあのもしご来店される方なんかもねこの辺なんか実物をこうたくさん見ることができるんで、えー、なかなか楽しめるかなと思いますねはい、えー、こんな感じでとりあえずね今ここに、えー、あるものは大体、えー、ネットで掲載はしてたものなので是非ね、えー 自分で仕上げる1枚板というところで検索していただいて、えー、オンラインショップの方でね見ていただければいいかなと思います期間限定で、えー、30%オフになってますので、えー、ぜひね、えー、お見逃しなくということで、えー、気に入ったのがあればね、えー、ご購入いただけたらいいかなと思いますプレーナー仕上げをして、えー、小口をカットした自分で仕上げるシリーズの紹介をしてみましたご視聴ありがとうございます